此刻正在播放这首作品是中岛美嘉的代表作，曾经我也想过一了百了。其实我十分想和大家一起来聊聊这首歌以外的中岛美嘉。那最近段时间他在参加 B 站的综艺《爱唱歌的大学生》，所以那天我试着写了一份提纲交到了他的手上。朝起てこれを昨日の夜もだったんですけど、もらって人がいるから泣けないなってずっと思いながら。或许你会好奇是什么样的问题让 Mika桑这样子哭了出来。欢迎收看2024年的第一期沙龙，我是周洋，让我们有请中岛美嘉。大家好，我是中岛美嘉。皆さんにいろんなお話ができたらいいなと思っていて、とても楽しみにしています。見ていただけたら嬉しいです。我有在想会用一个什么样的主题去进行这一次的采访。老实说，我想来想去，觉得可能时间是比较合适的一个切入点，因为现在其实确实处在冬天。每年的冬天，我们的频道都会做一些特别的企划，为观众朋友们。美嘉老师有这样一首歌，就是是我开始听到您的第一首歌，就是《雪之华》这首作品。因为这首歌其实已经过去刚好20年的时间，到今年，从美嘉老师自己的角度出发，如果在现在再来演唱这首歌的时候，在细节的处理上是不是会有些变化？然后如果有的话，那个变化的原因是什么样子的？ありがたいことに毎年一番歌ってる曲なので、自分で歌い方の変化とかが分からなかった時期が結構あって、もちろん聞いてくださる方にも飽きてほしくないと思う気持ちと、自分も飽きたくなくて、なんかやっぱり途中は歌い方を変えてみようとか、そういうのが多分何年目かでちょっと歌をこういい意味で壊す時があって、最近明確な年数は分かんないんですけど、大人になっていや違うな、今初めて聞く人がいるこの曲を、その時に CD で聞いた歌に近い生歌を聞きたいんじゃないかと思って、なるべく今戻す作業っていうのを頑張ってはいるんですけど、どうしてもその癖がついてきてたりとか、もちろん声の変化とかそういうことはあって、でも歌う感情の起伏みたいなものは歌う場所だったりで元になるべく今戻すようにしているかなと思います。我听到刚才美嘉老师这么说的时候，我内心会非常的感动。你会设定好很多种可能，甚至设定好每一个不同的人进入到你这首歌里的可能，他们的状态，他们的时间，他们在什么样的年纪遇见这首歌，这是一个真正在把自己的作品对待这个世界的一种思考。我其实很感动刚才这样一个回答。なんか嬉しい。因为雪之华这首歌是收录在第二张专辑 Love 当中的嘛，当年在这张专辑里面，就是我因为听到雪之华去听这张专辑的时候，我自己最喜欢的一首作品是 Love Addict。 这首歌其实它会显得非常不一样，因为它是一个爵士乐当中的 Big Band 的一个编制，但是作品它讲的却是一个就是一个女人不顾的一切去表达自己的爱的这样一个题材。所以我其实很好奇，就是这首作品当时您是知道了这样一个爵士的编曲的风格再决定去填一首这样的词，还是说我有这样一个词，所以我想把它做成这样一个 big band 的这样一种风格。思い出せる限りで話させてもらいます。一番最初は打ち込み程度の、正直全然編曲はまだされていないデモテープをもらいました。で、正直とってもこういろんなことを並行してやっている時期で、全ての編曲が出来上がってから
歌わせてもらえたことがないぐらい忙しかった時期で、うん、でもただメロディーのかっこよさとその打ち込みでもこういうことがしたいんだなって分かるようなデモテープをいただいたんですね。なのでその時まで確かそんなに攻撃的なというか歌詞を書いたことがなくて、まあダメって言われたらいいんじゃないか、私が今これを聞いてこういう人が浮かんだから書いてみてダメって言われたらもう書き直せばいいしと思って、あの歌詞は出してびっくりするほど喜んでもらえて、私はチャレンジだと思って、その時期はまだこういうちょっと大人っぽい歌詞というかはあまり書いたこともなかったし出回ってもなくて、喜んでもらえたことが嬉しくて、でその後にあのビッグバンドがついたっていう感じですね。系列でいうと多分そうだったと思います。然后正好聊到歌词，我就有一句歌词的印象非常的深刻，就是为爱疯狂的女人最美丽。我看到这句的时候，我想问的就是在20年之后，美洁老师还会这么认为吗？你认同20年前你写的这句歌词吗？今でも一緒ですね。同じようにそう思ってます。愛に来る女は美しいと思っています。それはその恋愛という意味だけじゃなくて、まあ、狂うって言うとあれですけども、とにかく惜しみない愛を出せる人は一番美しいと思っています。探し出すその手で欲望を打ち焦がすその手で愛情を信じて宿る愛は美しい。解き明かすその身で唇突き上げよその身で感情を因为这首歌演唱的部分其实在听的时候它毕竟是一个爵士乐的作品，所以在旋律上它也具有一些爵士乐当中的一些特征，比如说它的整个旋律的线条还有音阶的一些跨度其实是比较大的，在对于演唱的时候这个音准的控制就非常非常的难，所以 我其实还挺想知道当年在录制这首歌的时候它是不是一首相对于其他的作品他花时间会比较多的一些歌，只是我个人的猜想，我不知道真实的情况是不是这样子。もうその通りです。私はまだこういうかっこいい刻み方っていうのがわからない時期で、教えてもらいながら歌ってたんですけど、この当時書いてくださった方の思うように私が歌えてなかったようで、すごく厳しく教えてくださったんですね。やってもやっても OK が出ないから、休憩を入れてもらってですごい悔しくて泣いた覚えがあって、それでちょっと時間がかかったかな。其实我是因为听到了第二张 Love 之后才开始重新听回到第一张专辑的。第一张专辑里面有一首我个人非常喜欢的歌，就是 Helpless Rain。 因为对于我来说，这首作品代表着千禧世代非常重要的一些音乐特征，这个时候其实已经是一个千禧世代音乐爆发的一个最黄金的时候了，所以我就会很好奇，那美嘉老师作为那个时代的亲历者，而且你也是创造那个时代的人，你会觉得有什么样的东西是只有2002年的中岛美嘉才拥有的，而现在的中岛美嘉可能已经不再拥有的东西？この質問がすごい好きで、で考えたんですけど、あのがっかりしないでいただきたいんですけど、見つからなくて、2002年と2003年のその違いというか、なんでだろうと思ったら、多分やっぱり今はもう見つかんないものは捨ててるから思い出せるわけがないんだっていうことに気づかせてもらえたんですよ。周りのスタッフはの方が覚えてることが多いかもしれないなっていう
感じですね。我可以诚实的说我的感受吗？我跟很多的音乐人朋友在一起聊天，或者抛弃音乐人这个身份，我觉得很少有人能够在第一次聊天的时候能这么的坦诚。我觉得这是一个无比真诚的回答。对于我来说，想不起来东西，丢掉东西，确实就是丢掉了。到了第三张专辑，我们必须要聊一聊大家非常熟悉的樱花纷飞时。这首作品就是那种非常典型的，拿到了之后你听到这个旋律就觉得啊，只要唱好了这个一定能红或一定能中的那种类型。所以我想知道美嘉老师当时面对这首作品的时候，尤其面对这样的类型的作品的时候，会不会反而更加格外的挑剔，更加在意某些部分的细节，因为这样的作品看似好像是不允许任何失误的。この曲はちょっと変わったもらい方をした。最近はよくある楽曲提供の仕方なんですけど、当時はあまりなくて、この書いた方、あ、名前ちょっと河合美奈子さん、歌ってらっしゃる方なんですけど、がもう全部決めた状態で私に歌って。てくれた曲なんですね。なのでとにかく式が綺麗な内容を伝えたかったので、歌詞にすごく注意して歌った覚えはあります。桜色舞う頃、私は一人、抑えきれぬ胸に立ち尽く。然后在这张专辑里面，我个人最喜欢的一首作品是 Fed Up。 这首作品有一个部分是就是从钢琴和弦乐突然转到了副歌的是摇滚的部分，就应该从您写的歌词里面也能感受到，其实这首作品是一首有一些些负能量去逼迫他们去爆发出来的这种感觉，所以它的搭配上我觉得段落上是合理的。但我想知道是这样的设计是当时和制作人一起决定的吗？还是说您自己主观就决定了我需要有这样一个设计，把它变成这样一种风格？本当にね、さっきからすごく自分が好きな曲ばっかりを選んでくださっていることがすごいびっくりしているのと、あまり聴いてもらえない曲たちばっかりなんですよ。私はすごく好きなのに、それにはちょっとすごい感謝というか嬉しいなと思っていて、話せる機会があるのは、フェドアップ自体は。このアレンジにしたいんです。絶対大丈夫ですって私は自信を持って言ったんですけど、もともと全く違うアレンジで、爽やかというか、全然みんなロックにするとか悲しくするっていうイメージの湧かないデモテープでした。私はなぜかすごく気に入って、このアレンジにすれば絶対かっこよくなるって言って、でも信じてもらえず、一時期やってもらえなかったんです。ちょっともうものすごく押して、いいからやってみてくれ、ダメだったらやらないからっていう形でアレンジは進めました。ここじゃ鏡さえも嘘をつく、声も出せない、疲れて座ることも許されない、フェイドアップ。第三章之后，我们就听到了你以娜娜的身份发行了 Glamorous Sky 这首作品。它同样也是我们刚刚听到的和 Fed Up 一样，可能也是继承了摇滚的那个部分的元素。因为这张专辑的前提是你在身份上面首先有了一个设定，你不再仅仅是以
中岛美嘉的身份，而更多的是以娜娜的身份去演绎这样的作品。当年在演唱这首作品或者在创作这首作品的时候，有没有什么部分是以娜娜的角色她会做的事情为前提带入去考虑或者是设计的？娜娜が決まってまだ娜娜という子がどういう子なのかっていうのを解釈ちょっと私がするかしないかぐらいにもうこの曲があったんですね。で中島美嘉であればちょっと考えさせてもらおうかなと思ったと思います。なぜかというとグラマラススカイ自体はとってもいい曲だし、でも私らしいかというとちょっと違います。ロックはもっと重い方が好きです。でもナナがもっとちょっとよく理解していこうと思って、でもっと読み込みしてったらナナがメジャーな曲を歌ってみようと決心した時にノブという、まあ、お友達が作った曲っていう風な設定だったので、だとしたらナナとして歌おう、ナナとしたらぴったりだなと思って歌わせてもらいました。接下来就到了 Voice 这张专辑，我想可能大多数朋友有印象的在这张专辑里面或者是喜欢的可能是 Orion 这样的作品，但是我自己又有点不一样，因为这张专辑里面我自己喜欢的是 My Gentleman 这首歌。然后其实我在看歌词的时候，不管是 My Gentleman 的歌词还是像 Love Dick 这样的歌词，它都会存在一些特定的场景，尤其是我注意到您在可能描述双人关系的时候会经常把那个场景设定在夜晚或者有一些梦境的这种设定，这样的习惯会从你的自身原因出发或者从你的脑海里面浮现出来的那个原因会是什么样子的呢？とっても言葉にするのはすごく難しいんですけど、私は当時特にすごくリアルな歌詞を書くのが苦手だったんです。マイジェントルマンは初めて自分が本当に思ったことを書いて、でもそれがもうちょっとこう自分らしくしたかった時に、私はやっぱりその夢とか夜空をよく使うのって絶対手が届かないものだから誰も知らないんですよ、その場所を。だからいろんな想像もできるし、それでよく使うんですけど、でこの曲は特に最後のオチとしてリアル感を少し薄くしたいかった、そのためにそういう表現を入れた気がします。会いたくて会いたくて、わがままになれなくて、いいことなんて都合いいだけ、恋しくて嬉しくて輝いていた、あれはもう幻と気づかされた、優しさで傷つけた My Gentleman。节目就到了要跟大家说再见的时候了，能够和你有这样子对话是让我非常开心的一件事情，而且我听到了很多意外当中的一些回答。こちらこそ、あの私からもじゃあ一言、俺をここまで思いを持ってインタビューしてくださった人って、まあ日本でもなかなか少なくて、泣きそう。だから。あの本当ならもっともっとすごいいっぱい話一日中でもしていたいぐらいでした。本当にあのこれから収録が、ま、いろいろ体力的にもきつかったりすると思うんですけど、これで頑張れそうです。ありがとうございます。あの朝起きてこれを昨日の夜もだったんですけど、あのもらって人がいるから泣けないな。でずっと思いながら、え大丈夫なんです、言ってあげてください、あのみんな感動してるだけで、あの泣くのも全員が我慢してたんで。
기고민했어요不知道没有没有 it's ok 我都不知道是笑还是哭好了我觉得以后会有时间不管是在东京还是在中国我们都可以约再约采访如果米克桑愿意的话啊もうぜひもういつでもはい、いつでも捕まえてください。好、OK。なんかごめんなさい。これは本当にすごく嬉しい表現なので、本当にありがとうございました。虽然我们都不是很想结束这样一次录制，但我相信以后会有更多时间，我们在今后的节目里面和 Mika桑再来分享他的音乐，也希望大家多多支持 Mika桑的。作品因为我知道其实 Mika桑 刚刚有发行自己的新歌大家也可以去听听看好吗我们在不远的将来再和大家在我们的沙龙的节目里面再和 Mika桑 一起来分享他的音乐作品吧所以就跟大家先说一声再见拜拜拜拜